アンドリュー・ J ・ヒンチは、アメリカ合衆国アイオワ州、ブレマー郡ウェーバリー出身の元プロ野球選手、監督、ウトオミギウチ。MLB のアリゾナダイヤモンドバックスを呼び、ヒューストン・アストロズの監督を務め、2021年より、デトロイト・タイガースの監督を務める。1992年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名されたが、契約せずに、 スタンフォード大学へ進学した。在学中は1993年から4年連続でアメリカ合衆国大学代表入りしており、日米大学野球選手権大会にも4年連続で出場した。1995年にも MLB ドラフト3巡目でミネソタツインズから指名されたが契約しなかった。1996年の MLB ドラフト3で オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、アトランタオリンピックの野球アメリカ合衆国代表として出場し、銅メダルを獲得した。1998年4月1日、ボストンレッドソックスとのシーズン開幕戦でメジャーデビュー。アスレチックスには2000年まで在籍した。その後、カンザス式ロイヤルズ、デトロイトタイガース、フィラデルフィアフィリーズと渡り歩き、 2005年シーズン終了後に現役を引退した。2006年からアリゾナダイヤモンドバックスのマイナー組織でディレクターを務めた後、2009年5月8日にボブ・メルビンの公認として監督となった。34歳357日での監督就任は、エリック・ウェッジが2002年10月29日に34歳275日で就任して以来の若さだった。 二年勤めたが、チーム成績は伸び悩み、2010年7月1日に、解任された。2010年9月より、サンディエゴパドレスで、球団副社長、GM 補佐を務める。2014年6月22日に GM だった、ジョシュ・バーンズの解任に伴い、元ニューヨーク・メッツ GM のオマーミナヤラと共に、代行を務めることになった。 2014年9月29日、2015年シーズンにより、ヒューストンアストロズの監督に就任することが発表された。2015年に、チームは10年ぶりとなる、ポストシーズン進出を果たす。2017年には、球団史上初のワールドシリーズ制覇に導いた。2018年は2年連続で、シーズン100勝に達したが、リーグチャンピオンシップシリーズで前年に、 アストロズのベンチコーチを務めたアレックス・コーラが監督として率いるレッドソックスに敗れた。オフに2022年までの4年間の契約延長に合意した。2019年も地区優勝しワールドシリーズまで進出したがワシントン・ナショナルズに敗れた。2020年1月13日、ヒューストン・アストロズのサイン盗み問題により、 コミッショナーのロブマンフレットから2020年シーズンの1年間出場停止処分が下り、これを受けたアストロズのオーナーであるジム・クレインから監督解任の措置を受けた。ただ、主導的人物のコーラと異なりヒンチ個人は、サイン盗みには反対の立場であったとのことであり、バットでサイン盗みようなモニターを破壊するなどサイン、盗み体制への抵抗を図ったこともある。その後、 10月30日に2021年シーズンよりタイガースの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。